刀剣求めてんやこら。五部、両国。東京都中央区、墨田区両区の両国橋周辺一帯。そして相撲の町として有名な場所。江戸時代に架橋され、当初幕府によって大橋と名付けられたが、後に両国橋と通称されたぜ。下総の国と武蔵の国の国境にまたがっていたことが名称の由来となっているみたいですね。そして両国にある刀剣博物館。もともとは代々木にあったんだけど、2018年から両国で新たに開館しました。今回は現代刀職展の展覧会が開催中とのことでした。公益財団法人、日本美術刀剣保存協会の、現代刀職人の育成と技の公開のため、作刀、研磨、刀身彫り、外装、白鞘、彫金、捕まえ、白金、の各部門で技を競い合い、この1年の成果を発表する場として位置づけられるものです。ってことで両国を探索していくぜ。レッツゴー。ゆっくりたちは車で両国まで移動したぜ。この日は雲一つない快晴だったわ。目の前にスカイツリーが見えますね。近くまで来ると迫力があるぜ。特に道も混まずにスムーズに進めたよ。このまま国際ファッションセンターのタイムズの駐車場に車を止めたぜ。ゆっくりたちはそのまま JR 総武線の両国駅へ。なんていうか神田周辺の駅前って大体似たような感じだぜ。けど歩いてるとちゃんこ鍋のお店が至るところにありました。ちなみに時刻は13時、そろそろお腹が空いてきたよ。お腹を空かせたゆっくりは、JR の駅のすぐそばにある、江戸の連っていう飲食店がいっぱいある施設に着いたぜ。江戸の風情があって雰囲気が良かったわ。テレビで相撲が流れてるんですね。中央には土俵があるぜ。そしてもんじゃの焼ける匂いが漂ってきました。どのお店にするか迷っちゃうね。もんじゃもいいですが夜はちゃんこをがっつり食べたいのでここはおそばにしておきましょう。というわけでこの日のお昼は、日本橋やぶきゅうっていうそば屋さんで食べることにしたぜ。私はとろろそばを頼んだよ。普通のお店のそば屋さんでとろろそばを頼むと、とろろがすぐつゆに溶けて混ざっちゃうけど、ここのはとろろの粘り気が割と強めで、そこまで溶けずにとろろの味をしっかり堪能できたよ。ここのそばは昔ながらの足踏み製法で、江戸の伝統の外煮そばだぜ。外煮？二八そばじゃないの？外煮っていうのは十のそば粉に対して二の小麦粉を加えることですね。そう言われてみると普通のそばより香りが豊かだね。つゆの味も都内のそばって結構しょっぱいのが多いんだけど、ここのつゆはさっぱりしてて美味しかったぜ。撮影に協力してくれた友人は鴨そばをチョイス。よくありがちな安っぽい鴨肉じゃなくて分厚くて脂がしっかりと乗った鴨肉でめちゃうまだったぜ。鴨の脂でつゆが重いのかな？と思いきや、意外とさっぱりしてるし柚子の風味が効いててすごく美味しかったよ。これは間違いない味だぜ。小腹を満たしたところでそのまま国技館の方向に進んだよ。江戸東京博物館に行きたかったけど、どうやら2025年まで改装工事とのことだったぜ。仕方がないからそのまま国技館へ。特にこの日は何もイベントがなかったので切符売り場は閉まってたぜ。何やら中に売店があるみたいですね。やっぱ相撲グッズが売ってるのかな？国技館の中に入ると正面左手に稲荷門があったよ。向かって左手にあるのが報告稲荷神社で、右手には出世稲荷神社があるぜ。これら二つの稲荷神社は豊臣秀吉ゆかりの神社で、開運出世のご利益があると言われ、多くの人がお参りしています。ゆっくりも自分たちのチャンネルの出世を祈願してお参りしといたぜ。目指せ登録者10万人。中にある売店では北の富士カレーや国技館カレー、それからお酒や T シャツ、箸や扇子などの小物がいろいろ売られていたぜ。ちゃんこ鍋の出汁もありましたね。薄力チョコかわいい。そして国技館通りをそのまま北上し、天気も良かったので旧安田庭園を散歩することにしたぜ。庭園の入り口の近くにあったここのお店の、下の字の看板が落っこちて逆さまになってるのがなんか風情があって面白かったよ。写真撮りながら面白いなって言ってたら店の人が入ってきてちょっと気まずかったですね。そして旧安田庭園へ。この日の昼間は割と暖かかったんだけど、庭園の中は緑が多くて少しひんやりしてたよ。鳥のチュンチュンした鳴き声がなんだか癒される。池の中にいろんな種類の鳥がいたよ。あれはガチョウかな？アヒルかな？回り込んで見てみるぜ。なんだかのんびりした気分になれますね。マイナスイオン効果って本当にあるのかな？あれはアオサギかな？なんだか鳥って可愛いんだぜ。鳥さんたちに癒されたところでそのまま刀剣博物館の入り口に到着したよ。と思ったらこっちはサイド側だった。少し回り込んでこっちが入り口。受付で入場料を払ってパンフレットをいくつかもらったぜ。英語版もあるんだね。海外の人も何組書いたような気がしたぜ。1階には日本刀の製作工程が詳しく書かれているエリアがあったよ。たたら製鉄の詳しい図があったぜ。テンション上がりますね。本物の玉鋼もあったよ。これは勝海舟の父親の勝正吉の自伝、無水独言と刀剣の説明。
ずっと無職ではちゃめちゃな生活をしてた自分を振り返り、子孫たちには自分のようにはなるなよって書き記した戒めのストーリーだよ。後で行くんだけど、両国は勝海舟生誕の地なんだ。そのまま展示室のある3階へ。やってきました、刀剣展示室。今回は全て撮影 OK でした。写真だと明るく見えますが、本当はもう少し薄暗い感じでした。生で見るに本当はなんだかすごいオーラを放っている感じがしたぜ。吸い込まれそうな美しさがあるよね。一本一本刀の長さや厚みや刃文が違ってて、ずっと眺めていても飽きないですね。さっきの刀の隣にあった刀。福岡県の刀匠の作品だね。なんとも言えない美しさ。こちらの静岡県の刀匠の作品もかっこいいぜ。日本刀には不思議と目が追いかけてしまう3つのポイントがあるんだけど、1つ目は刀身自体の形状、特に矛、切先、身幅、反りの部分。この3点は時代や流派、そして刀工によって違いを楽しめるぜ。確かに一振り一振り全く違ったね。2つ目は地金で、刀身の平地部分の素地をよく見ると細やかな模様があるんだけど、板目肌や正目肌、綾杉肌など、刀によって様々な模様があるぜ。なるほど。そして最後の刃文は、焼き入れによって刀身に現れる模様のことだぜ。これはわかりやすくそれぞれ違うよね。こちらは東京の職人さんの作品。めちゃくちゃ綺麗な刀だわ。ものすごく輝いて見えますね。生で見るとやっぱ日本刀って神聖視されてきた理由が実感できるね。職人の魂や神が宿ってるみたいだぜ。こちらは彫金部門。おお、これも素晴らしいですね。一口に彫金って言っても、毛彫りや肩切り彫り、甲式彫りや獅子合彫りなど様々な技法があるんだよ。こちらは捕まえ部門。まさに伝統工芸って感じ。捕まえ次第で刀の雰囲気や品格までガラッと変わる感じですね。こちらは白金部門。幅切って呼ばれる部分のパーツで、主な役割は刀を鞘に収めた時に、刀身が鞘に当たらないようにして固定する部分だぜ。逆に言えばこの部分で固定するわけですね。そしてこちらが刀のこしらえ。さらに担当の展示もあったよ。こうやって見ると担当も担当の良さがわかりますね。個人的に反りが好きだった作品をいくつか。中尾から腰にかけて反りが強いのが好きなのよね。ああ、たまらないぜ、興奮してきた。落ち着け。奈良県の刀匠の作品ですごい彫刻の刀があったよ。龍が彫られていますね。中尾側には剣の彫刻もあるね。この龍は栗からって言って不動明王の化身とされる龍だぜ。悪魔を退散させ、煩悩を断ち切り、諸願を成就させる神として広く信仰されたんだ。最初の頃は剣に龍が巻きついてるデザインだったんだけど、浸透期になってから宗教的意味合いを残しつつ、デザインとして刻まれるようになっていったみたいだぜ。この龍も刀匠によって様々なデザインがあるので違いを楽しむのも良いですね。最後はトロフィーと一緒にあった刀だよ。洗練されたデザインの刀だぜ。この透明感。そしてこの透明感。いや、語彙力なさすぎだろ。展示室を出てそのまま3階のバルコニーで涼むゆっくり立ち、ここからさっき歩いた旧安田庭園を一望できるぜ。なんだか都内にいるってことを忘れてしまいそうですね。まあ周りはやっぱビルだらけだけど、せっかく鑑賞に浸ってたのに。帰りに1階のお土産屋さんへ。刀のデザインのお菓子切りとか、玉鋼のイヤリングとか売ってたよ。普通におしゃれなデザインですね。身につけると攻撃力が上がりそうだぜ。さて、刀剣博物館に別れを告げ、北道を戻り、エコーインっていうお寺を目指すことにしたぜ。ここは何かあるの？エコーインは1657年に起きた明暦の大火の焼死者や、その後に起こった安政大地震、さらには水死者や焼死者、軽死者など、大死者の無縁仏も埋葬するお寺なんだ。駅から南下して、2、3分歩けば見えてくるぜ。途中でお相撲さんの像を発見。そしてエコーインが見えてきましたね。なんだか雲像が両国を見守ってるみたい。早速中に入っていこう。あれ？ところで何しに来たんだっけ？ああそうそう、ここにはネズミ小僧のお墓があるんだけど、そのお墓の石を削って持っておくと金運に恵まれるらしいんだ。つまりここがパワースポットってわけですね。しばらく進むと左手に力塚と刻まれた大きな石碑が見えてくるぜ。でかい。さらに奥へ進んでいくとネズミ小僧の墓があるぜ。これを機に金運に恵まれたいもんだね。受験生にとっては、スルリと入れるご利益があると、合格を願って墓石のかけらを持っていかれる方が多いそうですね。この手前にある白い石の方だね。定材って書いてる賽銭箱に小銭を投げて墓石を削らせてもらうぜ。
スーパー削りタイム。その必死に削っている姿はまさに欲望の塊、物欲のゴンゲ。欲望が強すぎてむしろ罰が当たらないか心配になりつつも、でもそんなの関係ねえとひたすら削りまくる。ちなみにこの墓石の粉で作られた金メッキのグッズが途中のお土産屋さんで売られてたからそっちも買っておいたぜ。写真を撮る前に墓石の粉と一緒に封をして袋に入れちゃったから気になる方はお土産屋さんで探してみてね。確か国技堂ってお店でしたね。ついでに両国名物あんこあられと人気ナンバーワンの土俵さぐれも購入したよ。あんこあられは揚げせんとあんこの絶妙なバランスが美味しくて、土俵さぐれは中にミルクの固まったやつと生地にアーモンドが練り込まれてて美味しかったよ。さて、ごっそり削ったところで少し疲れたから近くのサンマルクで休憩を。クリスマスシーズン限定っぽいチョコレートトナカイスムージーってのがあったから頼んでみたよ。ちょっとビターなチョコレートの感じが飽きずにグイグイ飲めちゃうぜ。店を出て時刻は16時半。夕飯までまだ時間があるので、このままキラテイ跡に向かうことにしたぜ。忠臣蔵で有名なキラコウズケノスケの屋敷があった場所。駅からすぐ南にある横綱横丁を通り抜けていくことにしたぜ。かすかに残る昭和の匂い。まだ17時前なのでやってないお店も多々ありますね。横綱横丁を抜けてキラテイに着いた頃には一気に日が落ちてきたよ。スマホで撮ってると明るく見えるけど実際結構暗かったぜ。テクノロジー様々ですね。ここがカノア功労氏に打ち入りされた場所なんだな。松の廊下で朝の長乗りがキラに切りかかった理由は未だに謎とされているのよね。忠臣蔵では朝のをいじめてた悪者として描かれてるけど、地元では数々の前世を敷いた名君として愛されていたみたいだし、歴史のミステリーだな。ビートたけしに似てるとか言ったら怒られるかな？ちょっと似てますね。キラ帝を東に進んで勝海舟生誕の地を目指す途中で芥川龍之介の文学碑を見つけたぜ。この裏側はモロチャリ置き場なのはないしょ。勝海舟生誕の地はモロに公園の中だったぜ。思いのほか子供がたくさん遊んでたよ。今時公園で遊んでる子供を見てるとなぜか嬉しくなっちゃいますね。だいぶ年を取ったもんだぜ。なんだか平和を感じたよ。守りたい、その笑顔。そろそろお腹も空いてきたから駅側に戻ってちゃんこ鍋を食べることにしたよ。霧島ってお店に行こうかと思うぜ。途中で見つけた両国になぜかあった大阪名物のお店。思わずなんでやねんって叫んでしまったのはないしょ。駅のすぐ近くにあるちゃんこ霧島。大相撲道の久部屋直伝の本格ちゃんこが楽しめる元大関の霧島の店だぜ。しかしこの日は予約で満員だったから、さっきお昼を食べた江戸の連の方の霧島に行くことにしたよ。そしてこっちも満員で入れませんでした。次は伊勢ヶ浜部屋直伝の味が楽しめる網錦のお店網に行くことにしたぜ。現在は味川親方になられてますね。それでは店内にレッツゴー。相撲館を楽しめる居酒屋って感じの店内だぜ。いろんな力士の写真があったよ。ちゃんこの前にここのお店の人気メニューの鶏のタルタル唐揚げを頼んだんだけど、これがマジで美味しかった。鶏肉が本当に柔らかくて食べやすいし、パリパリした衣に甘酢がかかってて、タルタルをかけてもさっぱりしたまま食べれたよ。鶏っていうのは手をつかないっていう意味で相撲的に縁起がいい食べ物とされてるみたいですね。そしてちゃんこ。鶏の肉団子と魚の肉団子と鶏肉が入ってたよ。さっぱりしててヘルシーでしたね。ちなみにちゃんこってのは本来力士が作って食べる料理全般のことを指す言葉だぜ。江戸時代の長崎で中国から移り住んだ人たちが使っていた鍋、ちゃんくおがルーツって説や。ちゃんは、父、親方を、子は、子、弟子のことを指し、親方と弟子が揃って食すからって説もあるみたいだ。天ぷらとかみたいに名前の由来がいまいちはっきりしないものなんだね。最後の締めは卵雑炊でいただきました。ってことで刀剣の旅両国編はこれにて終了。そういえば江戸の連で北斎ラーメン買ってきたのよね。ちょっと前にテレビで話題になってましたね。これは本当に当たりだったぜ。昆布だしが効いてて美味しかったよ。下手なラーメン屋のラーメンより美味しいレベルでした。今度また行く機会があったら買いだめしちゃいそうだぜ。楽しい旅ができたね。刀の写真はせっかくだしツイッターに上げていこうかと思ってるぜ。次回は上野の博物館もいいですし、那須にある噂の殺生石も見に行きたいですね。それではこの旅はここまで。バイチャ。